いやどうも、藤くんチャンネルようこそ、藤くんでございます。よろしくお願いします。はい。ということで、本日はですね、珍しく、ホームページの作成みたいな感じの動画を撮っていきたいと思うんですけど、まあ、僕、バドミントンのサークル作ってるんですけど、それでね、ホームページ作らさせてもらったんですよ。で、思った以上に簡単だったんで、ちょっと今回は、簡単にですけど、ホームページの作成方法と、ホームページを作成するメリットっていうのをちょっと話していって、まあ、どういう人がやった方がいいかっていうと、この動画を見た方がいい人は、自分で何かしようとされてる方、僕やったら昔塾の先生してたんで、塾の先生始めようとしてる方とか、飲食店運営しよう、バー夜運営しようかなみたいなこと考えられてる方、あとは僕もなんですけど、スポーツのクラブ作成したんで、ちょっと仲間集めようかなみたいな。そういう人たちはもうこの動画絶対に見た方がいいと思うんですけど、まあ、多分ね、この動画見てる方もしかしたら知ってるかもしれないです。ホームページ作成するメリットから簡単にお話しさせてもらいたいんですけど、ホームページ作るメリットって何かをするとき、例えばさっき言った例だと塾の先生とかあったじゃないですか。塾の先生探すときってどうしますか？まずネットで調べますよね。例えば僕岡山に住んでるんで、岡山塾みたいなこと調べると思うんですよ。北区に住んでる方やったら北区みたいな調べて、北区にある塾が出てくると、ここのマップはいいや。こういう風に、まあ、塾ナビさんっていう、まあ、公式サイトみたいなのが出てきたりするんですけど、あ、ありましたね。北長瀬湖。これとか多分個人の塾で、ホームページ作成されてる方なんですよ。こういう風に、まずネットに出てきたものって、皆さんどこから押していきますかって話なんですよ。やっぱ一番上押すじゃないですか。正直。こういうとこ、押すと思うんですよね。で、3番とか、4番とかわざわざ見ないんですよ。で、ホームページを作ったら、自分が活動してるやつが、こういう風に、一番上に来やすいんですよね。SEO 対策って言うんですけど、多分ね、僕より詳しい方いっぱいいると思うんで、あんまり深くは僕は言わないんですけど、ホームページを作ることによって、インターネット検索した時に、上に出てくるんですよ。上に出てくるってことは、例えば、飲食店経営しようとしてる方、塾作ろうかなと思ってる方が、上に出てくることによって、調べてもらえる、クリックしてもらえる。クリックしてもらえるってことは知ってもらえるってことなんで、こういう風に、この読み方わかんないですけど、この塾の方はホームページ作ってるんで、こういう風に出てくると。ってなったらこの塾行くじゃないですか。だからホームページ作った方がいいんですよ。この説明でわかるかな？インターネット検索で上の方に出てくるようになるからホームページ作成はした方がいいってことです。で、僕、今までしたことなかったんですよね。ホームページ作成。一度も。で、今回バドミントンサークル作って、先輩がね、ホームページも作ってみたらいいんじゃないって、まあ、確かにと思って、どうやるんですかって言ったら、Wix っていう無料で作れるサイトありますよって教えてくれて、本当ですかって言って、これ Wix ホームページ作成。しかもこれ無料なんですよ。無料でめちゃくちゃ簡単なんで、ホームページ作ろうかなみたいな。いやでも難しそうだよなみたいな。今後経営するけどどういう風にしていけばいいんやろって方、まずホームページ作ってください。絶対に。インターネットで検索されるって最強なんで、本当に。で、ホームページ作成っていうのはどれだけ大事かっていうのは分かったと思います。Wix がめちゃくちゃ本当に簡単。Wix ホームページ作成って押すじゃないですか。で、今すぐ始めるでいいかな？今すぐ始めるを押しますと。で、まあここでメールアドレスがパスワード出るんですけど、これはご自身のもので新規登録してもらって、だからどんなウェブサイトにしますか？さっきので例で言うと、僕バドミントンのサークル運営してたんで、スポーツサークルみたいなこと打ったんですよね。スポーツサークルみたいな。で、ここ飲食店運営やったら多分飲食店とか、さっきレストランっていうのがあったんで、レストランとか、塾の運営やったら塾とかって言ったら多分出てくると思います。で、ウェブサイトの名前。もう塾だったら、俺やったら藤原塾とか、レストランやったら藤レストランとか、そうだな。まあ、仮に、藤くんバドミントンとかにしときましょうか。藤くんバドミントンサークルみたいな。ここで、ホームページの一番上に来る名前なんですよね。さっきので言うと、ここだ。ここの名前になるんですよ。ここの名前の部分が。作成の部分がね。なんで、ここに、住所とか入れとる方が俺はいいんじゃないかなと思うんで、例えば、ここで西新宿の〇〇体育館で活動を中とか打った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。こうしたら、西新宿〇〇体育館バドミントンで検索した時に、多分上に来やすくなると思うんで、これでつくじゃないですか。はい、簡単。超簡単。で、サイトに追加したい機能は何ですか？例えば、まあ、レストランとかやったらメニューやと思うし、塾やったら、まあ、先生の紹介とか実績とかあると思うんですよ。で、まあ、今回は、バドミントンサークルっていう手でやってるんで、そうだな、何を追加したいかな。イベントとかにしとくか。イベントとか、まあ、問い合わせ先と概要ぐらいがわかればいいんですけど、いや、ブログの方がいいな。ブログにしよう。
レストランとかだったら多分サービス予約とか動画とかもいいんじゃないかな。あ、注文とかもできるみたいね。すげえ便利。で、これは自動で作成がいいと思います。これがめっちゃ良かった。ちょっとこれでやってみます。で、情報を確認して編集してください。まずロゴから。ロゴね、初心者マークとかしていきましょう。で、メールアドレスも、ご自身で入れてください。で、次に住所なんですけど、住所もまあ活動場所の住所入れればいいかな。で、電話番号。電話番号も、レストランやったらレストランの場所の電話あるんやったらそこでいいと思うし、まだ経営前だよとか、とりあえず作成だけしてるってなったら自分の電話番号でいいと思います。で、その、個人で活動してる用の SNS 作ってんやったら、ここのリンクを追加から追加できますよと。便利じゃない？便利だし超簡単。どれがいいかな？どれで作る？クラシックとかかっこよくない？クラシックでいこう。ほら！見て。すごくない？これ。こういう風にざっくり出てくるんですよ。どういうのがいいかみたいな。これにしましょうか。初心者マークダセーな。初心者マークダサすぎるな。で、サイトにページを追加しましょう。あ、どういうのを追加するか。まあ、スタッフ紹介。まあ、レストランとかやったらね、スタッフ紹介いいと思うんですよね。シェフ〇〇シェフみたいな。ニュースとかもいいですよね。こういうのがありましたよ。お問い合わせ先、ここですよ。みたいな。あ、これいいな。概要とお問い合わせにしようかな。これ以外にもいっぱいあるんですけど、それは後からまた編集できるんで。これでいろいろできますよと。ここまではいいな、全然これで。これあれか、名言みたいなのが入ってるところか。例えば、ここをじゃあ、これいらないなと思ったら、消せるんですよ。これ、ゴミ箱マークをしたら。で、セクション追加をしたら、ここから選べれるんですよね。セクション追加が。で、何を追加するかって言ったら、そうだな、連絡先、お問い合わせ先って絶対どんなことでも入れると思うんですよ。レストランだろうと、バーだろうと、塾だろうと、僕の個人活動のバドミントンのサークルだとしても、連絡先って絶対入れると思うんで、連絡先ちょっと入れてみますか。テキスト、あ、リストがいいな。リストが良かった、確か。最初に、ここで入れたいところ、セクション追加ってあるから、セクション追加、リストを押す。で、リストからこれで多分いけるんじゃないかな。いけた。リストタイトル、いいね。ここを、じゃあ、問い合わせ先とかに変えておきましょう。問い合わせ先。いいね。で、ここにじゃあ、例えば、問い合わせ先絶対電話番号いるよね。電話番号。で、ここをテキスト編集で、090。ほにゃらら、ほにゃららみたいな感じでやって、問い合わせ先何入れる？ LINE ID とか俺入れてたな。 LINE ID みたいな。ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃららですよ。あと Twitter も俺入れたな、確か。 Twitter やったら、俺やったら Twitter の ID がこんなんなんで入れてもろて、まあ、これ問い合わせ先もうできましたよね、ホームページの。もうこれでいいもんね。バドミントン活動中、問い合わせ先みたいな。まあ、さすがにこの間になんかいろいろ入れるんですけど、テキストとか入れてみますか。例えば塾を運営してるんやったら、丸丸塾で講師をしている佐藤ですみたいな。まあ、理念とか書いてもいいかもしれないですね。生徒が少しでも勉強をしたくなるように頑張りますとか。これは文字ちょっと大きいけど変えれるはず。あ、変えれるね。で、レストランとかバーなんやったら、西新宿田中ビル3階にあるバーの名前富士バーにする。富士バーを経営しています。まあ、ここの文言はいろんなサイト見ながら参照にしてください。今めっちゃ適当に考えてるんで。みたいなことを書けれるんですよね。あ、よくない？ほら。今めっちゃ適当なんで、もっとよく皆さんならできます。はい。これほんとしょぼいんで僕の。例えば問い合わせ先書いたでしょ？お店の概要書いたでしょ？あと何がいるかな？じゃ、例えば営業時間。営業時間を追加しようとしましょう。なんか営業時間っぽいのないかな？これとかいい。これにしよう。これ、営業時間。営業時間。ちょっとレストランっぽくなってきたかもしれない。例えば、そうだな。平日夜のみ営業とかか。ここで時間。18時から、バーとかやったらこんな感じだよね。18時から26時とか。いいんじゃないですか？これでいいじゃないですか。〇〇塾で講師をしている〇〇です。生徒が少しの勉強して頑張ります。西新宿でバーを経営しています。営業時間必要なのは営業です。問い合わせ先はここに電話してください。もうこれだけでホームページ作った甲斐があると思うんですよ。これでインターネットに乗るようになって、クリックされるって知ってもらえるようになるし、何時にやってるんだなとか、あ、ここに連絡したら詳細わかるんやなみたいなことがこれでわかると、これだけでも十分だと思うんですよね。で、じゃあ仮にこれで公開していいのかな、どうでもいいサイトだけど、まあ、後から消せるよな。それでじゃあこれで公開するじゃないですか。公開しましょう。お、これでもうオンラインに公開されましたとなってますんで、サイトを見る、押してみる。ほら、こういう風に、例えば僕やったらバドミントンサークルとか、例えば西新宿丸々体育館バドミントンサークルって打たれたら、僕のがね上に出てきやすくなったんですよ、これで。ってなったら
僕がサークルを運営してるのを知ってもらえて、連絡が僕の方に直接来るっていう流れですね。ね、めっちゃ簡単じゃないですか。で、もっともっとしっかりやっていこうと思ったらできると思うんで、ここから追加できるはずなんですよ。ここのセクション追加とか、メニューページとかいろいろあるんで、ここから多分ね、いろいろできると思うんで、めっちゃ簡単です、本当に。予想以上だった。なんで皆さんもこの Wix っていうサイトでホームページ作成してみてはいかがでしょうか。で、まとめると、自分で何かを経営するときは、ホームページを絶対に作った方がいい。インターネットで検索されて自分のページが出てくるからです。で、みんなじゃあどうやってお店とか探してるんですかって、やっぱりインターネットじゃないですか。バドミントンどっかで募集してないかな。じゃあインターネットでバドミントン岡山で調べよう。なんか夜やし、バー行きたいな。どっか新宿バーないかな。新宿バー夜みたいな。これ調べて、こういう風にね、ホームページ作ってたら自分のが上に来やすくなるんですよ。なので、ホームページは絶対に作成した方がいいし、めちゃくちゃ簡単ですよっていう話を今日は伝えたかったです。はい、ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はね、ホームページの作成がめちゃくちゃ簡単だよっていうのを伝えたかったんで、今回動画撮らさせてもらったんですけれども、普段はゲーム実況の方をさせてもらってるんで、よかったらそちらを見ていただければ嬉しいです。チャンネル登録、グッドはお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。他の動画を見てね。